アイボワーン、まるまるゆいまるです。ぶひ、こぶしです。お手、あーあー、うわー、今日はですね、お久しぶりの視聴者さんの偏見に間違えた視聴者さんのコーデに偏見ぶちかましてみた第8弾です。今回は視聴者さんが送ってくれた秋冬らへんのコーデをね、チェックしていきたいと思います。仏になれ。ででん、おばちゃんなんよね。男らしさがないかな、ま、パッと見おばあちゃんが着ていても違和感がないような服、一つ一つすごくかっこいいし、アウターを緑じゃなくて黒とかでかっこよく締めちゃった方がいいんじゃないのかなって思いました。パンツ暗くするとか、おばちゃんグッズ勢ぞろいみたいになっちゃってるから、もうちょっと男らしさが出るアイテムをバンと。このサンダルもさらにおばちゃん感を出しちゃってる。サンダル靴下はね、やっぱりね、危険だと思う。はぁ、いるよね。めちゃくちゃいる。毎日渋谷行ってますけども、何ですか?みたいな感じ。チャラいよ。おしゃれだよ。女の子から見ても、あ、この人おしゃれなんだ。服好きなんだ。服のセンスあるんだ。っていうのはもちろん感じ取れるんだけど、マジで、チャラい。フレアパンツなんですけど、形自体がもうなんか女性をイメージしちゃうというか、女の子ならではのシルエットみたいなところがやっぱりまだね、あるから、一緒に並んだ時に彼氏の方が女の子っぽいシルエットしてたらちょっと嫌じゃない？もうちょっとモテないアイテムかなって思います。ただね、すごくね、スタイルがよく見えるし、あー、モデルさん体型だなーとかっていう風にはなるんですけどね。女の子からして自分より足がスラッとしててフレアパンツ似合ってるとマジでショック。 DM 上から下まで女の子としてそうじゃない？わかる？もう黒とヒョウ柄を組み合わせてる男性はマジ信頼できない。まあ、とりあえず渋谷で酒飲んでそう。で、パーカーは100点満点。この色のパーカーはすごい可愛い。でも、リュックしょわないで欲しかった。前ね、コメント欄でも質問があったんですけど、リュックと手ぶらな男性、どっちがいいですか？ダントツ手ぶら。制服でリュックとかは全然いいんだけど、なんか私服の場合はリュックよりは手ぶら男子の方がいいなって思う。スニーカーだし、パーカーだし、まあ、パンツもまあちょっと秋っぽい色にしてて、で、可愛いと思うから、リュックだけ変えたらいいかなって思いました。でも荷物が多いんだろうね、この子は。ね、アクエリとか持ってんのかな、大きめの。このデニムのアウター、なんか一時期めっちゃ着てなかった、いろんなカップルの男の子。いたよね、このコーデ、お揃いにしてるカップル。なんかオレンジと合わせて欲しくなかったなって思いました。オレンジとデニムってすごくいいんだけど、こうオレンジが結構発色がパッてしてて、デニムもしっかりした色だから、インナーはなんか白とかクリーム系とかの方がまだいいと思いますね。でもオレンジ着てる男性はすごい好きだよ。可愛いと思う。めっちゃいい人なんだけど、怒ったら怖そう。わ、星野源さんに憧れてそう。ドド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 ラえもんとかめっちゃ聞いてそうでもギャップ狙ったらいいかもね。こういう感じの服で行って、いや実は全然本とか読まねえしみたいな。モテるかモテないかって言ったら、こういう系統の女子にしかモテないと思います。お寿司屋さんで一番最初に縁側頼みそうじゃない？え、これはデートに着ていくんかな？コンビニ行くために出てきたん？変なところはないんだけど、デートするために服を前日に決めたっていう感じではなさそう。起きて顔洗って朝ごはん食べて、あー、まだデートの時間なんないわ、あ、そろそろ時間だ、とりあえず行くか、うん、何着ようかな、うん、これでいいやみたいな感じで出てきたなって感じ。まあ、デート服だとちょっと残念かなって思いました。でも夜中に一緒にコンビニ行きたいね。うん、なんか彼氏にはしたくないけどパパにはしたい。うわ、袖が嫌だ。なんかわからんけど、なんかふりふり、これ何、なんかついてるくない？袖。私気づいたんですけど、青着てる男の子モテる。でもがっつりパンツを真っ白のワイドパンツにしたらかっこいいってなるかもしれない。女子受けはそっちの方がいいかも。他に何かお手伝いできることはありませんか？大丈夫です、ごめんなさい。でもおしゃれだね、かなりね、この方。うわ、かわいい、好き。結局トレーナーにパンツっていう、これがね一番いいんだよ。やっぱり変に重ね着したりとかガラ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 するよりは、トレーナーでパンツ履いてインしてもろて
ね、スニーカー履いて、これが一番モテるんだ。可愛いし、かっこいい。女絡み少なそう。俺女嫌いだからっていうのがもう背中で語ってる。ありがとう。女は嫌いであれ。そしてラストがこちらです。ででん。デートにジョウロは持ってくるな。はい、ということで小星先生おはようございます。お洋服の方を見ていただいたと思うんですけど、かっこいいなっていうか一緒に遊び行きたいなって思うのはどれですか？はい、今日の小星賞はドゥルル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 ル。はい、ということで今日も見てくれてありがとうございました。引き続きね、コーデも募集しているのでぜひ送ってください。女の子のコーデも送ってください。 DM でお待ちしております。バイバーイ、またにょーん。